デハビランドスペクターロケットエンジンで、ハビランドスペクターは、1950年代に、デハビランド社によって開発された、ロケットエンジンである。イギリス空軍が計画していた、サンダースロー SR-53 のようなロケットエンジンと、Z エンジンを搭載する複合動力迎撃機に、使用された。スペクターは、ケロシンと加酸化水素を用いる二元推進薬型エンジンである。 最大水力は 8000LBF で、水力は10から100%の範囲で調整可能であった。SR-53 はロケット用とジェット用のケロシンを同一のタンクに搭載したが、フルパワーを出した場合、燃焼時間は7分間と予定されていた。1952年にスペクター・ダスプ1の静的試験が実施された。航空機業界には先行するエンジンはなかったが、 必要な水力は 2000LBF から 15000LBF の間と見積もられた。8000LBF から 2000LBF の水力を発生する可変水力形式が採用された。設計哲学はターボジェットとロケットエンジンを併用し、運用上の柔軟性を最大にするという SR53 のコンセプトに合致するものであった。 U.M. バースック博士が発明した革新的なオープンインペラ型高速延伸ポンプが採用されたが、これは以前にヘルムート・バルターの研究所で研究されていたものであり、ケロシン燃料を冷却流路に循環させて冷却する再生冷却が採用された。燃料タンクはポンプのキャビテーションを回避するために加圧されていた。リグ試験は1953年に開始され、 1954年、中旬からベンチ試験が開始された。さらに、イングリッシュエレクトリックキャンベイラ爆撃機2機に搭載されて試験が実施された。1956年秋に飛行許可が出されたが、航空でのスタベーション問題のため試験は一旦、中断し、SR53 プロトタイプ機の飛行は1957年5月に開始された。 1957年10月、さらに先端的な SR-177 用として改良版であるスペクターダスプ5エンジンとデハビランドジャイロンジュニアターボジェットエンジンを組み合わせ合計水力 14000LBF とする契約が結ばれた。エンジンの開発と並行してガスタービン用の加酸化水素式指導装置と加酸化水素式補助動力装置の2つの主要な 構成要素の開発も開始された。しかしながら、悪名高い1957年度国防白書の影響を受け、イギリスの有人戦闘機開発は凍結され、最終的にはエンジンも開発中止となった。SR-53 の飛行テストは39回実施され、最高速度はマッハ1.33、到達高度は5万5000フィートであった。続いて、 SR-177 の開発が始まったが、1958年に中止された。その後、1959年にデハビランドはブリストルシドレーに吸収されたが、エンジンの開発は続けられた。スペクター開発計画は最終的に1960年10月に中止された。それまでの総費用は575万ポンドと報告されている。 ブルースチール核ミサイル用に2機の燃焼室を備えた、このエンジンは初期型の飛行試験のために使用された。ありがとうございます。